乙女渓谷の二の谷の壁水古道の駅かしもかしも村は岐阜県江那郡にあった村。東農檜の主産地として知られる。2005年2月13日に中津川市に編入され、中津川市かしもとなった。かしもあ行、家業作業多業な行派業ま行や行岐阜県の東部、長野県との県境に位置し、木曽川、水景白川沿いにある山あの村。 村の北東部に連なる標高1500メートルを超えるアテラ山地と西部に広がる東美の高原に挟まれた南北に長い間地が村の中心であり白川が流れている。鹿島川の流路を規定しアテラ山地を流起させた活断層であるアテラ断層が村の中心を通っている。損域の94%を山林が占め、東農ヒノキの主産地として有名である。 村の東部は国有林である。主な産業は農業、畜産、林業、木工業など。農業は7月から10月にかけて収穫される夏秋、トマト、ヒダ牛の肥育では県内有数の産地でもある。また、村内に豊富にある木材は昭和後期まで刷毛の柄の原料として使用され、カシモ村の刷毛生産は全国供給量の7割にも達する時期があった。 村内で生産される質の良いヒノキは、東農ヒノキとして建築材などで使用されている。この東農ヒノキを活用した建築業が盛んであり、村内の建築業者が県外へ出張し建築する山直住宅が有名である。また、村内の国有林にある神宮備え林は、伊勢神宮の式年仙宮に使用される木材を供給してきたことで有名である。 世界遺産でもある国宝姫路城で1956年から8年間にわたって行われた解体修理の際にもこの国有林から切り出された新柱が使用された。国鉄ゲロ線が計画されたが輸送量が見込めないため工事は凍結されその後計画廃止された。ありがとうございます。